様はゴリアテのデニム、どうしてここに。それはこっちのセリフだ。どうしてバクラム軍がここにいる。理由を知りたければこの俺を倒すんだな。
狙いもモルーバか。だったら無駄足だな。今頃我々の仲間がモルーバを捕らえたことだろう。 白を切っても無駄よ。お父様はご存知のはずだわ。知らん。知っていたとしても誰がお前になど教えるものか。お前だなんて、連れないお言葉ね。ご自分の娘じゃないの。それともお母様のように私を見捨てるつもりかしら。わしは誰も見捨てたりはせん。なら
禁樹のありかを教えてくださるわね。しつこいぞセリ、わしが手を貸すと思うのか。拉致が開かないわ。一緒に来ていただくしかなさそうね、お父様。何をする。ハイムに行けばお父様の考えもきっと変わるわ。シェリー、お前連れて行きなさい。さあ引き上げるわよ。モルーバ様、大丈夫ですか。君はゴリアテのデニムといえばお分かりになりますか。君がプランシーの息子か。話はこの場を切り抜けてからにしましょう。ここは僕に任せてください。あの女を殺さないでほしい。え？あれはわしの娘シェリーなのだ。わかりました。すまない。ルーロッツァも役に立たない男ね。育ちが良いだけの退屈なお坊ちゃまだったわ。デニム、あなたはどうかしら。幼い頃はまるで女の子のようだったのにね。まあいいわ、私が相手になってあげましょう。かかってらっしゃいな。
そうか、フランシーは神に召されたか。お願いです、どうか僕に力をお貸しください。戦って何とする。お前はバルバトスやロンウェイのように強大な権力を手に入れるために戦ってはいない。しかし争いは民を苦しめ、民に犠牲を強いるだけ。それはゴリアテで戦火に巻き込まれたお前が一番分かっていることであろう。分かっています。だからこそ今争いの火種を消さねばなりません。二度と枢機卿や公爵のようなものを出さぬためにも、争いの道具として利用される要因をなくさねば。かつてドルガルア王陛下がそうしたように、僕たちはバレリア人として団結しなければ。亡き陛下のようにはなれんよ。民が望んでやまぬバレリアの救世主が暗黒騎士団の手の内にある限りはな。姉さん、ベルサリア王女と、いや姉のカチアと戦うことができるのか。お前に それだけはできません。何としても姉さんを助けなければ。それだけは捨てきれぬか。たとえ血がつながっていなくても、僕にとってはたった一人の家族なんです。家族か、よかろう。わしなんぞの命でよければ喜んでお前に預けよう。ありがとうございます。どこだ。なぜここにいる。誰だ。そこにいるのは誰だ。急げだと。何を急げというのだ。この私に命令する貴様は何者だ。なんだと。うわあ！あ！夢か。嫌な夢だった。
報告いたします。なんだ。禁樹探索に向かわれたフォリナー様からの連絡が途絶えました。シェリーがアルモリカ軍に敗れたか。司祭は不明ですが、おそらくは。シェリーめ、口ほどにもない。救出部隊を編成し、直ちにアルモリカへ派遣いたします。放っておけ。は？放っておけと申しておる。同じことを二度も言わせるな。あの程度の任務をこなせぬ者などこのバグラムには必要ないわ。は、失礼いたしました。どいつもこいつも、たく、毒に使えぬバカ者ばかりめ。